動いてるよ。お働きでーす。はい、高校野球見に甲子園球場着きました。はい、よろしく。えい、はい、まあ、あの僕が寝坊してしまって第1試合終わってしまったんですが、はい、第2試合からねちょっと楽しみながら、まあ、Vlog 的な感じでね、まあ、食べたものとか、ね、雰囲気ちょっとでも味わってもらえればなというふうに思います、うん、まあ、なんかちょっと高校生とか映すのはあんまり よろしくないっぽいんでね、こうやれの方がねちょっと止めてるというかね、そんな感じなので、はい、まあ、あの Vlog 的な感じで撮れたらなと思います。はい、ということで早速高校生たちの青春にお邪魔しに行きたいなと思います。まあ、どっちが勝ってもね、勝ち負けってのはあるスポーツなんでね、うん、どっちが勝っても全力でね、楽しんでもらえればなと思います。この世界一の球場ですから、甲子園球場ね。ということで僕らも楽しみます。はい、いただきます。ここがね美味しいよな。オープン戦以来かな食べるの。いただきます。辛さ絶妙、味美味しい、最強、最高ですね。おなんか甲子園、高校野球って感じだね。マンゴーチューハイ、いただきます。うまいな、うまい、最高やな。でも、寝そう。寝そう、いい天気で、ね、風が気持ちいいねんな。今2回終わったけど、3回、4回起きてるか分かんない。そこまでは頑張れる人さっきまだ残ってそうやし、5回超えたあたりちょっとやばそうやな、うん、まあ、まあでもしっかりちゃんと起きますよ、この試合までは絶対に、うん、まずイカから、うん、やっぱ最高やん、まあ、次はいやジャンプやってる。うますぎるやん。そして皮うまっ。3点差を2本のホームランで追いついた智弁もさすがやし、最後差し切った霞ヶ浦もさすがやし、なんか高校野球って感じの試合をね見せてもらいましたね。自分でかけの人は難しない無理。あ、負かな負かな、はい、食いしん坊セット。いや、味混ざるわ。でも美味しい。熱いしな。最高。なわ東の応援マジですごいな。強いな、うん、5対0で花巻が主観っぽいやからな、強いね、すごいよ、うん、皆さんお疲れ様でした、本当ね、うん、